アゴストン・ハラジー、またはハラジー・アゴストンは、ハンガリー・ペシュト出身、19世紀半ばにアメリカ合衆国に移住した実業家、著作家、ワイン醸造家、政治家。ウィスコンシン州とカリフォルニア州におけるワイン生産の先駆者であり、カリフォルニアワインの父と呼ばれる。ハーアス・シーが、聖、アゴシュトンが名であり、ハンガリーでは、姓、名の順で、ハーアス・シー・アゴシュトンと表記されるが、活動したアメリカでは、名、姓の順で、アゴシュトン・ハーアス・シーと表記される。アメリカ合衆国に定住した、最初期のハンガリー人である。また、ハンガリー語で、アメリカ合衆国に関する書籍を表した2番目の、ハンガリー人である。ウィスコンシン州では、州最古の村の設立者として知られている。ミシシッピ川上流部で商用蒸気船を初めて運航した人物である。サンディエゴではサンディエゴ発の警察署長や軍発の保安官として知られている。カリフォルニアのワイン産業の初期の発展への功績を称えられ、2007年3月にはアメリカ食科学研究所によってワイン醸造業者の殿堂を入りした。子孫であるバジェホ・ハラジーが栄誉を代わりに受け取った。ハラジーの孫である女優のナタリー・キングストン1812年にハンガリーのペシュトにある貴族の家系に生まれた。一人息子だった。ハラジーへは北ハンガリーの暗軍、スロバキア、ウクライナにルーツを持つハンガリー貴族である。ハラジーは1833年に B.C.S 軍出身のエレオーノラ・ディデンシャッキーと結婚。ディデンシャッキー家は、ポーランドのルーツを持つ貴族であり、岐阜のフェレンツ・ディデンシャッキーは所有する土地で、ブドウ栽培やワイン生産を行っていた。ハラジーとエレオノラは6人の子を設けた。1840年3月にハンガリーを去り、オーストリア、ドイツ、イングランドを通って大西洋を渡った。アメリカ合衆国のニューヨークに到着すると、五大湖近くのウィスコンシンに定住した。1842年にはハンガリーに一時帰国し、1844年にはペシュトで北米の旅という2巻の書籍を出版。1850年には第2版が出版された。この書籍はハンガリーで出版されたアメリカ合衆国に関する2冊目の書籍だった。1848年にアメリカ合衆国西海岸のカリフォルニアがゴールドラッシュで沸くと、1849年3月には、ハラジー一家も、ウィスコンシンを離れて、カリフォルニアに向かった。サンディエゴでは金を掘るのではなくブドウ畑を切り開き、サンディエゴ郡の保安官やサンディエゴ町の警察署長を務めた。サンディエゴ刑務所やカリフォルニア州立病院を建設するなどし、1851年9月には、カリフォルニア州議会議員に選出された。1852年にはカリフォルニア北部のサンフランシスコに近い土地を購入してブドウ栽培の実験を行った。1854年4月にアメリカ合衆国造幣局サンフランシスコ分局が設置されるとハラジーはアメリカ合衆国初の検査官となった。1856年にはソノマ郡でブドウ畑を購入し、1857年にはブエナビスタワイナリーを建設。1858年には19ページのカリフォルニアのブドウとワインに関する報告を作成。この報告書はカリフォルニアで書かれ出版されたワイン生産に関する初の論文とされている。1861年にはカリフォルニア知事ジョン・ダウニーによって任命され、ヨーロッパに赴いて350品種、10万本のブドウの挿し木をカリフォルニアに持ち帰った。1862年4月23日には、カリフォルニア州立農業協会の会長に就任。1863年には、カリフォルニア発の大企業であるブエナビスタ、ブドウ栽培組合を設立。投資家の援助を得てブドウ畑を拡大した。1864年のハーパーズマガジン誌の記事は、ブエナビスタブドウ栽培組合が世界最大の組織であるとしている。ソノマ郡ではメキシコ領カリフォルニアの司令官でソノマ軍の創設者であるマリアーノ・グアドルーペ・バジェホと親交を深め、ハラジーの二人の息子はバジェホの二人の娘とそれぞれ結婚した。なお、女優のナタリー・キングストーンはハラジーの孫である。1868年にはカリフォルニアを離れて中米のニカラグアに旅立った。コリント港の近くに巨大なプランテーションを開発し、生産したラム酒をアメリカ合衆国で販売する計画を立てたが、1869年7月6日にニカラグアの河川で消息を絶ち、遺体は発見されなかった。ありがとうございます。